はい、ありがとうございます。先ほどまでは堀田さんがなぜ海外興味を持ったのかみたいなところからガーナに移住するっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、この動画ではガーナに移住して実際ガーナってどんな国なのみたいなところと、ガーナに住んでみて実際どうなのかなっていうところをちょっとお聞きしたいなって思ってます。まず最初にガーナなんですけど、ガーナって2004年から初めて行かれて、そこから結構ガーナとの関わりは強いのかなっていう理解を僕の方ではしてますと、はい、でその前提とした上でガーナが住みやすいか住みやすくないかでいうとどっちなのかなっていうところまず気になってまして、先ほど暑いってお話おっしゃってたじゃないですか、はい、暑いって言ってるのは沖縄ぐらいの暑さの話なのか死ぬほど暑いぐらいなのか、ちょっとそこ聞いてみたいなと思ってるんですけど、どうなんですか？季節は一応あるんですけど、基本的にずっと暑い中で日差しは沖縄ぐらいですね。あ、そうなんですね、はい、なるほど。雨とかは結構降ります？雨季の時期は雨よく降りますね。寒気雨季の2季しかないですね、はいはい、なるほど。でその中で過ごすわけですね、うん、寒かったりもするんですか？今ぐらいの日本の季節だと寒い。あ、そういうことですね、はい、でも日本よりはカラッとしてますよね。いえ、湿気多いんですか？湿気多いです。え、そうなんですね。はい、ものすごい湿気多いです。最悪なんですけどさ、はい、ただでさえ暑いのに湿気も多いんですね。多いですね。ああ、そうなんだ。でも風も多いですかね。ああ、なるほど。実際ガーナにどれぐらい日本人の方っていらっしゃるんですか？ざっくり100人はいます？いますね。100人はいるんですね。はい、300人ちょっといると思います。そんないるんだ。はい、実際その中で多分ほぼが JICA とか国際関係系ですよね。それは多分6割7割ぐらい占めてる感じですね。そうでしょうね、はい、残りの4割とかってどういう方が多いんですか？民間企業出身とか、 あとは自分で来てる方とか、はい、自分で来てる方も割といらっしゃいますし、うん、そうなんだ。あの企業も増えてますね、日系企業。なるほど。一方で自分で何かをやりたいって来る方もいらっしゃるじゃないですか、はい、その方で成功してる方とかっていらっしゃいます？います。あ、そうですね、はい、何されてらっしゃる方なんですか、その方は？ローカルに入り込んで、うん、ローカルのいいものを引き出すようなことをされてますね。あ、そうなんですね。なるほど、ありがとうございます。もう一個ちょっと聞いてみたいのが、ホットさんって12年ぐらいガーナいらっしゃるじゃないですか、はい、ガーナの魅力もちょっと聞いてみたいなと思ってて、ガーナの魅力どうですか？人柄？人柄、優しいですか？はい、明るい。明るいですね。優しいのも優しいですかね、はい、あ、そうなんですね、はい、実際12年住んでると周りのガーナの方との関係性っていうのめちゃくちゃ深まっていくもんなんですかね？価値観が違うので、うん、こちらが深まってると思っても向こうはもしかして深まってると思わないかもしれないんですけ ど、 ど、ね、逆もあるかもしれないです。私は壁を作ってるのに向こうは乗り越えてきてると思ってるかもしれないですね、はい、え、実際ガーナに住んでてここ難しいなと思ってることってあります？未だに運転。あ、そうですね、ガーナも車多いですか？やっぱり車多いですね。他の交通手段があまりないので、うんうんうん、みんな車か乗り合いバスとかか、ね、うん、そうなんですね、はい、もう少しガーナのビジネスも聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、ガーナって今何が盛んなんですか？音楽？音楽ですか？ガーナ人は音楽大好きですね。あ、そうなんだ、うん、ガーナの音楽ってどういう音楽なんですか？太鼓？いや、ごめんなさい、アフリカの一般的なこと言っちゃった。あの、そういうトラディショナルのもあるし、普通に流行りのミュージシャンとかもありますね。そうなんですね、はい、ちなみに堀田さんの旦那さんは今ガーナにいらっしゃるんですよね。ガーナで何されてらっしゃるんですか？はい、今農業をメインにしてますね。農業なんですね、はい、農業何されてらっしゃるんですか？ゴム農園をやってますね。ゴム農園、はい、ちょっと知ってたら教えてほしいんですけど、アフリカ行ったら一番広いんで、はい、農業できる土地っていうのは絶対ありますし、はい、かつそれうまくいけば結構ビジネスとしてはいい形で成り立つと僕は思ってるんですよ。まあ、もちろん天候に左右されちゃいますけどね。その中で旦那さんがゴムを選ばれたっていう理由って何かあったんですか？その元々所有してた土地がコートジボワール側なんですけど、あ、 そうなんだ。そこの土地がゴムに合ってるんですかね。ゴム実際に栽培されたことあります？見ただけですね。あれって樹液からゴムにするんですよね、はい、木を傷つけて、はい、溜めて、はい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 、あれって何年ぐらいでゴムの樹液が取れるようになるんですか？5年ぐらいって言ってますけど、それよりはかかってると思いますね。あ、じゃあ一般的には5年ぐらいかなっていうのをダンサーさんに言ってると、うんうん、でも5年でそこまで大きくはならないですね。取れる量がやっぱりもうちょっと成長してからの方がいいみたいなことを言って
ってましたね。なるほど。あのゴムって樹液1リットルあたりで換算されるのか、それともあれを加工した後取引されるのかというとどっちなんですかね。そのままですね。え、あの樹液のまま。はい。そうなんですね。農作物みたいな感じで。はいはいはい。でもあれ液体ですよね。ちょっと固まりますけどね。バケツで取って固まってみたいな。ですかね。なんか塊をゴロゴロとしてたような気がする。そんなことあるんですね。え、その塊ある一定の大きさでいいと思うんですけど、それぐらいでどれぐらいで買い取ってもらえるもんですか。その金額は私あんまり知らないんです。あ、そうなんですね。あ、でも儲かるんですよね、うまくやれば。うまくやればそうですね。面白いですね、ゴムって。僕周りにいらっしゃらないんで見てみたい気持ちはすごいあるんですけど、ちなみにもう一個だけ聞いてみたいのが、ガーナに行って一番苦労したことってあります？言語。言語は意外とその生きていく分は伝わるので。はいはい。ちょっと視点変えると、ガーナで見つけられた趣味でもいいですよ。今まで日本とか他の国では全く考えてなかった趣味をガーナでやりだしたでもいいです。もともと私運動苦手なんです。そうだったんですね。小学校の時とか走るのとか嫌いだったんですけど、はい、それはなんか自分でそう思ってただけで、うん、ちょっとしたきっかけで運動してみたら、テニスしてみたんですけど、うん、球技とかももう本当に不得意だったんですけど、意外に昔不得意だったことがある程度時間が経ってやってみると、はい、できたり楽しかったりするんだなっていう発見が。それが趣味かどうか分かんないですけれど。あ、なるほど。確かに自分が苦手だと思ってたことを積極的に日本ではやらないですもんね。やらないですね。でも海外に行ってみてやろうよって言われて、じゃあちょっとやってみようかなって思ってやったら、思った以上にできるじゃんみたいな、うん、いや楽しいみたいなのが趣味になったりはしてますね。なるほど。価値観の変化ですね、それは。あ、そうですね。思い込んでたものが変わったみたいな。うんうんうん、なるほど。ありがとうございます。ちょっとガーナのこといろいろお聞きしてしまったんですけど、次の動画ではじゃあ今具体的にどういうことをしているのかっていう部分も含めてお話をお伺いしたいなと思ってます。はい、この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。